九谷村は、愛媛県の中予地方にあった村である。現在の松山市の最南部に位置する地域にあり、純然たる農山村地域であった。旧街道上に位置し、村内には、四国88箇所巡礼札田所46番、浄瑠璃寺と47番八坂寺がある。九谷村の警府。江原村。九谷村。 坂本村昭和43年10月25日、松山市に編入。江原村、坂本村成立以前の系譜については、それぞれの村の記事を参照のこと。北東方向を望む、南方向を望む、中央の最も高い山は、黒森山。合併以前の11の大技がそのまま、二に村の大技となり、松山市に、 編入の直前の1968年9月、大技上野の一部が分割し大技上河原となり、計12の大技が存在した。松山市に編入合併後、大技上瑠璃寺が上瑠璃町に、大技河原が大橋町となった。その他の大技はそのまま町名となった。文教村宣言をするなど教育に熱心であった。九谷中学校九谷中学校の校舎。 この建物は建築当時のもの。ありがとうございます。